まあ、中って話を、西暦2017年、3年前やな。だから西暦2018年まで、大阪府門真市の、元町、まあ、住友通りの本そばの、カミスレ魔法喫茶の屋上から。まあ、周りは、こっちには、あ、こっちかな。あ、こっちか。こっちには、キリスト教系の幼稚園だった。で、こっち側の、元花月温泉、あ、って呼んでます、その、まあ、ちょっとした、あれか。赤線みたいになって、みたいになった。赤線として機能していた歓楽街があって。で、その、後に乗り込んだわけ。乗り込んだと人体あり。可愛いんですね、可愛い形。で、結局、屋上があったから。面白い物件だったね。で、その屋上から周り、いつかその細道のあたりからその文化とかの草加である、草加の草加のあったとかな。で、商店街を、規制して、について、その、商店街のパワークを取ったの。で、商店街どんどん伝えたけど、で、どうも請求しとく。今日言ったような話。ね、1から7、これ8か、8かね。こんな話をしとく。要するに1から7の話を延々しとく。統合でしとったの。もちろん店の中でもしとく。外ではしてる。あくまで一人ごとの、体裁をとってみんな聞いとった。おばあな。その1年間があった。2017年か2018年。まあ2020年8月とかの2日かな。今年もだから、まあ、終戦記念日終盤の夏休みが来ますね。もう来てんのかな、学生は。そんな感じかな。その歴史をな信じたらこんなしんどい世界だ。それをまた嘘ついたことを隠蔽したり、その嘘を続けようとするともう生きたくせんやろ、嘘ついてる方で嘘つかれた方も理由も分からず、なんでこんな風になっていくんやろ俺たち。嘘を信じてるからです。いや、あれが嘘なわけね、なぜ思うのか。素晴らしい教育も受けて、分析能力もあって、いろんなものを作れる。理論も作れる人ですから。なぜそこを疑うか。いや、普通によりやろ。秩序の要請により。どっち？じゃあ、もし、例えば明治維新みたいなことがあったら、秩序の要請によりって言ってた方が、普通の方によりって、ペロって言いたいの？違うよ。嘘に基づいて頑張ってもしゃあない。なんでかって、先祖は知ってるもん。ほんまのことを当たり前な。その先祖の遺伝情報をみんな自分の遺伝子に持ってるやろ。その先祖の遺伝情報の部分が、嘘では頑張られへんねん。嘘の情報では。だって違うねんって知ってるもん。じゃあその人物の遺伝子だから、先祖の部分が嘘を信じて戦ってるとは、先祖の部分機能せえへん。時々先祖の方が嫌やなと思うよ。やめとこうかな、帰ろうかな、逃げようかな、思う。まずいな。このままやったら子孫まずい、逃げようかなと思ったり、厳しい人だったら、けしからん子孫になって、このまま死にってなるかもしれないよ。だったからな。わざわざ、わざと子孫を、その嘘を信じたが、ゆえの危険な目に合わせようとするんちゃう。な。で、そこでもまた嘘を信じたり、嘘を主張したら、先祖の遺伝情報が、その子孫の遺伝子を諦めるんちゃうか。Hate。